古史京は中華民国の政治家、前台中市長、中国国民党軍将校の子として北京に生まれ、国境内戦で台湾に移る。1970年、国立政治大学卒業。1978年、A サウサンプトン大学修士課程修了。1984年、A オックスフォード大学ベリオール、カレッジ博士課程修了。 1986年、国立中山大学教授となった。李登輝政権下の1991年から5年間、行政院新聞局局長県政府スポークスマンを務めた。その後、中米台北経済文化代表どころ、代表、外交部長を歴任。2000年中華民国総統選挙の際には、連戦候補の選挙対策本部のトップを任されたが、惨敗。 2001年から地方政界に転身し、生まれ育った台中市長として、台中市の改革に落腕を振るう。2006年に再選、2010年には参戦した。2009年4月13日には台湾の市長として初めて、香港政府の招待を受け、香港を訪問した。バエーュともと共に、馬立京と呼ばれ、 国民党の中堅世代の中心人物とされる。2009年初めの世論調査で現職の場永久相当を抑え、最も相当にふさわしい政治家に選ばれた。小・赤月鈴夫人も外相人である。ありがとうございます。